はい、皆さんこんにちは。ウンベラータちゃんなんですけど、11月、12月、冬場になってくるとですね、ウンベラータも育て方、困ってくる人たち多くなってきます。もう何度も何度もですね、ウンベラータの育て方やってきました。そしてね、今こう見ているウンベラータたち、太陽の再生工場でですね、再生したウンベラータ、そして、9月ぐらいからですね、レンタルに出して、今帰ってきたウンベラータたちなんですけど、太陽の再生工場でですね、頑張ってくれていましたが、やっぱりね、冬場、傷んで帰ってきます。ね。これはね、若干ほら見て、こういうまだら模様になっている時はですね、葉っぱの裏、肌にとかね、ついている可能性があります。これも消毒しているからですね、大丈夫なんですけど、ね、色も悪くなってきます。こんな感じですね。がっつり暑い病院に置いていたので、水分がですね、バッと抜けてきたと思います。9月10月ですね、涼しくてすごく成長していい状態ね、いい状態だったんですけど、今いい状態はこんな感じですけどね、こっちもね、さっき引き上げてきましたが、若干もうね、悪くなってきています。なので皆さん、ウンベラータはですね、そういうものだと思ってください。そういうものなんですね。これぐらいの状態だったらですね、冬場そのまま、経過観察してもいいんじゃないかなと思うし、まあ思い切ってですね、こういうシワシワになった葉っぱは落としてもいいし、ね、もちろんいつも言ってるようにこういう風な葉っぱ、ね、落としてもいいし、ね、ここから黄色い部分だけをですね、ちょっと片手だからうまくいきませんが、ね、黄色い部分だけをこう丸くですね、カットしてあげる。あ、これダメですね。ね、葉っぱの形に合わせてね、カットしてあげる。そういうふうなことをですね、しながら冬場を乗り切ってあげればいいんじゃないかなと思います。水はですね、非常に大事です。水ね、大きければ大きいほど水ね、たくさんいります。暖かいところだとですね、水分吸います。でもですね、なかなかこう難しいんですよね、冬場のウンベラータの水管理って。水ダブダブね、ダブダブはね、やらなくていいと思います。こういう大鉢でもですね、このぐらいかな、10センチぐらいで、上からかけて下10センチ、まあ5センチでもいいですね。水溜めてあげて、これがなくなってしまってガパガパにならない、ガパガパになる前に水をまた同じぐらい溜めてあげる。これをですね、繰り返さないといけません。そうすると割とですね、元気にしているんじゃないかなと思います。水がですね、切れてしまうと一気にこういう風に葉っぱが黄色くなってきたりします。水をですね、たくさん入れすぎるとですね、なぜ冬場 あまりダメかというとですね、お部屋が暖かいので水たくさん入れすぎてたらですね、蒸れる可能性があります。で、風が通ったりして、循環がいいとですね、そういうことないんですけど、なかなかですね、冬場窓開けたりしないので空気がこもります。そうするとですね、水たくさん入れている場合ですね、水がこう蒸発してですね、蒸れちゃうことがあるんですね。そうするとですね、蒸れ葉っぱ嫌いなんで、黄色くなってね、ボトボト落とすことがあります。まあ落とした時はですね、いつも言ってる通りそのままですね、観察してあげるといいと思います。葉っぱもちろんね、落とした時は、蒸散しませんので、お水はですね、切らして大丈夫です。で、また新しい新芽がですね、たくさんその場所で出てきたらラッキーと思ってください。ね、そこに慣れた、冬場でもそこに慣れた葉っぱ出てきますから、そしたらね、それを育ててあげる。で、葉っぱがね、割と出てきたらですね、お水をしっかりあげるみたいな感じで育ててみてください。冬場ね、枯れさえしなければですね、また春、太陽の再生工場で元気に育てることができるのでね、傷んだ時もですね、怖がらずやってみてください。で、こういうふうにね、冬場でも暖かい場所ならですね、カットしていいし、寒い場所には置かないと思いますがね、こういう傷んだ葉っぱですね、つけててもあまり意味がない、ね、このぐらいの葉っぱだったら全然いいですよ。これはもうね、僕今暖房が入っているハウスなので再生させようと思うのでこうやってカットしますけど、皆さんはですね、このぐらいの状態だったらですね、そのままの状態、絶対この新芽ね、ここから枝を切らない、これだけね、注意してみてください。ウンベラータ、冬場はですね、悪くなる植物です。そして暖房を効きすぎて乾燥しすぎると葉っぱ、肌にがね、ついて黄色くなってくるからの可能性がですね、かなり高いので、葉水はですね、かけてあげてください。あとは風もね、あまりね、かけすぎると水分飛んじゃうんで、これもね、気をつけた方がいいと思いますので、まあ
なるようにしかなりません。ウンベラータはですね、葉っぱが薄いからですね、弱い植物です。フィカス系の中ではですね、冬を乗り切るということがですね、一番大事になってきます。ぜひですね、この辺参考にされて、管理、そして観察していると悪くなった時もですね、焦らず済むと思いますので、参考にされてみてください。それでは今回こんなところで、バイバイ。